こんにちは、わしみです。えー、今日もひめくりセルフケアをお伝えしたいと思います。えー、今日は、あごゆらしをお伝えしたいと思います。えー、あごゆらしですね。あの、耳たん回しの、あの、途中である、あの、セルフケアになるんですけども、こう、あごを引いてしまって、こういう状態でやっぱり動かそうと思うと、あごが動かしにくいので、若干あごをこう、上げてもらった方がやりやすいと思います。ただ、あの、その時に気をつけるん、 ことなんですけど、こう、ここを上げようとして首の後ろがぐーっと潰れてしまうと、あの、コックの下部の、まあ、首ですね。首がこう、後ろが潰れてしまったらあまり良くないので、えー、おすすめの方法としては目を上にこう上げるようですね。天井を見るようにしてもらうだけで、軽く顎がふっと上がりますので、で、その状態にしてもらって、この下顎を前後左右、 で、動かしてもらうといいと思います。で、あと、この、顎揺らしをするときに、あの、ここが痛いとか、カクカク音がするっていう人は、もしかしたら動かしすぎかもしれないとか、あの、力を入れすぎっていうことになってると思いますので、音が鳴らない程度、もしくは痛みが出ない程度に、こういう状態を作ってもらって、前後に揺らす。左右に揺らす。で、開けるっていうよりは、こう、 パカパカーンとこう力が抜けてダーンと落ちるような感じで動かしてもらうといいかなと思います。でそういう状態で例えば前後一二三四、左右一二三四してあーての二三セット。 ああ、で、繰り返してもらって、あ、やる前ですね。やる前に、肩をくる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 っと回して、あごらしをしてもらって、3セットぐらいしてもらって、くるくるくるって回して、あ、ちょっと楽になったなと思うと、あの、しっかり、あの、緩んだ、緩んだ状態で揺らせてると思いますので、えそういうふうにしてみてください。あの、やった後に、この辺、あごりが疲れてしまったりとか、逆に肩が上げにくくなってるっていうことをすると、逆にぐーっとこういうふうに力を入れすぎてやってるかもしれませんので、そういうのをチェックしてやってみるようにしてください。 してくださいはい、以上です。えー、このように毎日日めくりセルフケアとしてあのお伝えしたいと思っておりますので、えー、気になっている方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。本日は以上です。ありがとうございました。